霧越峠は、徳島県長郡長町海川と、海府郡海洋町尾川を結ぶ、国道193号の峠である。関須峠という別名がある。峠名の由来は、この峠に、南側の太平洋から吹く暖かい風が、山の冷たい空気で冷やされるため霧の発生が多く、峠を往来する人が霧の中を越えていくような、感じだったことによる。 霧越峠,峠峠道はかつては、北東街道と呼ばれ、現在の長町北東地区と太平洋側を結んでいた、重要な道で、現在は、国道193号に指定されている。長町川は、海川谷川、海洋町川は、海府川とその支流に沿って走るが、ブラインドカーブが多く、見通しが悪い上に、ほとんどの区間が狭界で自動車の離合が難しく、谷川は、 ガードレール等の転落防止設備がない区間も多い。さらに反対の山側は、剥き出しの岩がせり出しており、落石、倒木の危険性も大きい。このため、峠区間の中町平谷から群境を経て、海洋町、神野まで合わせて 41.7km は、時間 40mm もしくは、連続 100mm 以上の雨量を記録すると、通行止めになる。 町坂一周辺は、少し広くなっており、林道霧越線開通記念碑がある。ここからは、晴れていれば眺望が効く。霧越え林道開通記念碑峠道は、土佐街道途中の友奥から分岐し、海川を経て、木頭に至る木頭街道と呼ばれ、海府川下流域と、木頭上下山地方を結ぶ、主要路であった。天南年間に、友浦から皆の狭に、 高瀬船が就航。紀藤から、茶、和紙、木材等が、霧越峠を越え、皆の瀬より高瀬船で川の下流へ運ばれていた。また海部川下流域より紀藤へ、穀物、衣類等が運ばれていた。1909年、友浦小川間のそれまで馬も通るのが難しかった。県道、海部川、霧越線として、馬道の整備がなされた。 これによりこの陸上の輸送は人力から馬に変わり、高瀬船による輸送と合わせて物資輸送量は飛躍的に増大した。1918年、港瀬までの車道の整備が行われた後、1924年に海復公営自動車が港瀬まで乗り入れ、これにより物資の輸送は高瀬船から自動車に移った。一方、 中川沿いでは1942年、平屋、井出原間に、車道の林道紀頭線が開通し紀頭までの自動車の運行が可能となった。これにより、紀頭からの人と物資の移動は、霧越峠越えのルートから中川沿いに、和食方面に向かうルートへと大きく移り、霧越峠の道は廃れた。この結果は、行政面にも影響し、1951年に、それまで、 天国に属していた木頭上下山地方の植木島村、木島村、中木島村が長郡へ移管された。1962年から1968年にかけて高知営林局が林道切り越え線として整備した。この時の記念碑が道路沿いに置かれている。その後1972年、徳島県道253号3線海南線に指定された後、 1975年国道193号に指定され現在に至る。ありがとうございます。